東京マーケットワイド、この時間はゲストと電話をつないでお話を伺います。マネックス証券チーフストラテジスト広木隆さんです。広木さん、はいはい、こんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。桜が満開の季節になってまいりまして、本当にあったかいですよね。今外をね、行ってきたんですけど、はい、あ、そうですか。すごいもう暑いぐらいですよね。あ、確かにちょっと歩くと汗ばみますよね。そうですね、桜はその通りがけご覧になりましたか。もうでもそろそろなんかチラチラ来ちゃってる感じですかね。そうですか。やっぱ早いですね、桜もね。本当ね、まあ、すみません、余計な話をしてしまいましたけど、マーケットはですね、今日、まずちょっと現状分析からお伺いしたいと思うんですが、株式市場、まあ、今日もファーストリテイリングなんか結構上げていてですね、配当値後の株価、まあ、それほどマーケットは懸念はされてなかったんですけども、一気に今日また5番に入って埋めてくる形になりまして。そうですね、はい。まあ、よく一般に言われるのは、はい、配当落ちを、ね、即日埋め切るというのは相場が強い証拠ですけどね、はい、やはり基本は強いんだと思いますね。それがやっぱり3月はいろいろその需給がちょっと今年は特に悪かった部分もあって、まあ、例年3月っていうとね、機関投資家のこう期末に絡むポジション調整とかありますが、はい、まあ、今年は特にその株が大きく年度末に、要は2月に3万円達して、3月にもまた3万円つけることもあったので、はい、まあ、株がすごく高くなったから、年金のやっぱりリバランスっていうのがね、例年以上にこう大きく出たこと、それから東証の再編プライム市場とかですね、ああいうのがこう絡んで、不動株比率を高めるために、その持ち合い解消の動きなんかもですね、やっぱり期末にかけて例年以上にやっぱり出ているということもあって、ちょっと3月中はですね、需給が悪かった、それがやっぱり今日から年度明けということもあってね、だいぶ軽くなってきたんじゃないかなって気がします、はい。まあ、それに加えてこの円安ですからね。そうですね、もうこれ110円というような状況ですからね、はい、そうですね。今日も朝方から、まあ、109円台も今109円の90銭までドル円、96円、はい、97銭、これもほとんど110円というような状況ですから本当ですね、まあ、こうなるとですね、はい、やっぱり円安、米国ダウ最高値、はい、連日更新、年度明け、はい、でそうするとやっぱり4月相場って例年強いし、外国人の買いとかね、はい、そういうのもありますから、まあ、やはりこれは今日配当値埋め切って当然かなと、うん、だからどうでしょうね、180円ぐらいっていう見られてたわけですから、はい、まあ、今実質200円高ぐらいなんですかね、イメージ。はい、そうですね、配当値、まあ、予想配当ですけども180円前後というふうになんか見られてたようですので、うん、それを埋めて、まあ、20円ほどプラスであれば200円ほどプラスという、そういう見立てですかね。でこれどうなんでしょう、今お話ありました、まあ、現状分析は非常にマーケット需給の悪化もですね、うんうん、こなしてきたということから、うんうん、少し軽くなりそうというお話なんですけれども、うんうん、まあ、年度末というところで、想定為替レート、先ほども為替のお話ありましたましたけども、うんうん、だいたい、日銀短観なんか見ますと107円台とかっていうところなんですが、うんうんうん、まあ、これはどうでしょう、業績にとってはプラスマイナスニュートラルなのか。もちろんだから昨日はプラスの方が当然多いわけですからね。あ、そうですか、はい、うん、となりますとやはり今後出てくる業績発表にも若干プラスに働くと見てよろしいでしょうかね。うん、うん、だと思いますよ。となりますと結構まあ当初の予想よりは上振れする企業が多かったっていうところですから、うん、そう考えますとやはり為替も109円台の後半、まあ、110円に届こうかっていうところになってますので、まあ、日本企業、まあ、特に輸出関連株にとっては、まあ、プラスに働くという、そういう見立てですかね。ですね、はい。一方でその輸入関連といったら何なんですが、うんうんうん、その辺はやっぱり例えば原油も結構60ドル超えたままですし、うんうん、それからこの円安でちょっとコスト高にもつながるんじゃないかなという気がするんですが。そうですね、はい、まあ、そういったところはちょっとコスト高の要因にはなるでしょう。ただ、まあ、はい、景気が回復してくるとなればですね、そういったのは価格転嫁が可能ですから、まあ、本当にやっぱり強い製品、強い商品プロダクトであればですね、はい、コスト高吸収して価格転嫁していけると、まあ、いい循環
になれば、はい、まあ、企業業績にはそんな打撃にはならないと思います。あ、となるとやはり今日本国内ワクチンの接種が遅れていて、うん、感染が若干また盛り返してきているような状況ではありますけども、やっぱり景況感が改善していくという流れは変わらないという、そういう形ですかね。そうですね、まあ、あまりにも遅いですけどもね、欧米、英米に比べるとね、もう、はい、なんでこんななんだよって思うけどアメリカは本当早いですよ ね。だってまたそのバイデンさん就任100日ごとになる7月末には2億回、はい、要はだから4月の半ばでも、希望する成人男性の9割以上にはワクチン接種行き渡るって言ってるんですと、あと半月も経たないうちにもうアメリカ9割の人がもうワクチン接種できるわけで、それに比べたらもう日本これどうなってんだっていう感じですけどね。確かにそうですね、まあ、やっぱりその辺の差というのは日本株、まあ、これまでアメリカ株をキャッチアップ、うん、する形でこう追い上げてきてはいるんですけども、うん、ちょっと今のこのもたつきのところに若干影響を与えてますかね。まあ、確かにそういう意味ではね、はい、国内の経済の回復力っていう点ではもうアメリカとこれでまたさらに差がついてしまいますから、はい、まあ、そういう意味ではやっぱりアメリカ株と日本株の差にはなるんでしょうね。ただ、まあ、今言ったのはやはりその社会というか、はい、本当の意味での国力の違いっていうことなんだと思うんだけれども、まあ、ただ幸いなことに日本の上場企業に関して見ればですね、はい、グローバルで戦う企業多いですから、はい、まあ、上場株式の企業価値という点ではですね、それほど大きな開きにはならないとは思うんですが、はい、まあ、さあさりながらね、やっぱりその基盤となる国の力の違いという点ではやはり多少なりとも株価の違いに反映されるっていう、はい、ことはあるでしょうね。そうですね。さあ、そうした中でですね、まあ、景気やそれからと、まあ、企業業績、改善やあるいは、まあ、少しこう上方向に向かっているという流れではあるんですが、うんうんうん、そうした中で昨日ちょっとリスク要因としてマーケットで、ね、はい、話題になりました、アルケゴスキャピタルですか。これ、いろいろまあ、アメリカの方では話題になっておりますし、日本でも昨日ちょっと失速する一つの要因になりましたけども、まあ、もちろん詳細がまだ伝わってきているわけではないんですが、リスク要因としてはどうでしょうかね。そんなに大きくないと思いますよ。あ、そうですか。やっぱりこう、はい、メディアはここぞとばかり書き立てますけどね、まあ、日経の電子版とか見るともうこれでもかみたいなことに書いてありますけども、はい要はね、分かんないから何でも言えるっていう部分あると思うんですよね。でも、はい、まあ、これ実はうちの松本幸喜なんかすっごいよく知ってて、あ、そうですか、つまり松本って元ソロモンブラザーズ出身でね、はい、まあ、彼の師匠ジョン・メリーウェザーっていう天才トレーダーがいたわけだけれども、はい、彼らが、まあ、要は今からもう20年以上前ですけど、ロングタームキャピタルマネージャーですよね、LTCM っていう、はい、ウォール街のドリームチームっていうそのヘッジファンドを作ったわけですね。そうですね、はい、で、まあ、それ破綻しちゃって大変な話になっちゃったわけですけども、はい、まあ、その時にね、実はこのアルケゴスのね、ビル・ファンって入ってたんですよ、はい、トレーダーとして。だからよく松本も知ってるし、すっごい優秀なトレーダーだって言ってるんですね、はい、だから、まあ、松本はアルケゴスなんて言わなくてアーチェスみたいな、まあ、すっごい発音で言ってるんですけども、はい、まあ、それだけよく知ってる人間なんですね、ただね、やっぱりレバレッジをかけすぎちゃったっていうのがポイントなんですよね。まあ、これで結局本当にレバのかけすぎで吹っ飛ぶっていうのは、さっきのロングタームキャピタルのみんなそうなんですけども、さあさりながら、これね、ヘッジファンドじゃないんですよ。要はビルホアンの自分の手金の運用で、まあ、プライベートファンドみたいな感じですかね。はい、なので、はい、他のお客さんがね、道連れになるってことはないんですよね、こういうのは、だから、ただレバレッジがすっごいかかってたんで、実際持ってる以上の損失処理、はい、まあ、要はお衣装が払えずに、他の処分が換金売りされちゃったっていう、ような話なんですけども、はい、言ってみれば、
で多分まあここが多分破綻して飛ぶんだと思うし、でここと商売やってた、例えば野村これプライムブローカレッジっていう、まあ、ヘッジファンドに要は貸し株とかね、レバレッジとか提供するそういうような、はい、あのヘッジファンドの受け皿になるビジネスがプライムブローカレッジなんですけども、まあ、そこは要はあの資金が回収できずに損になるですが、はい、それはそれ相応のリスク取った商売なんで、そこだけがこうダメになるだけなんですよ、他には広がりませんから、だからこれリーマンの再開かなんてさっき見ましたけど、全然話が違うので、あんまり大した話じゃないと思ってるんですよね。そうですか、まあ、これ、あと時間1分少々ぐらいしかないんですけども、うん、どうなんでしょう、これただ株価こんなに上がってるのに、ね、レバレッジかけすぎとはいえ、お衣装になってしまうっていうのはちょっと、下せない部分もあったりするんですけどね。だから結局、個別の銘柄にすごい張ってて、それがやっぱりすごいやられると、レバーがかかってる部分だけお衣装を入れられなくて、それで他のものにも売りが波及するっていうね、そういうようなことなんだと思うんですよね。やっぱりね、いつの世の中も、とにかくレバーが危ないんです日本の結局80年代のバブルだって、バブル崩壊だって、銀行がね不動産神話に基づいて、それで何倍もこう要は融資をして、で結局不動産が暴落するともうその砂上の楼閣が崩れたわけですよね。やっぱりレバレッジっていうものがね、諸悪の根源なんですよ。やっぱりちょっとそういう意味では今のひろきさんのお見立てですと、プライベートファンド的なものなので広がりはないだろうということですが、一つはちょっと気をつけておいた方がいいということにはなりますかね。あんま大した話にはならないわかりました、このまま、マーケットを、しっかりと、見ていきたいというふうに思います。ひろきさん、どうも今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。この時間はマネックス証券チーフストラテジストひろき隆さんにお話を伺いました。